こんにちは、ネコネコカメラマンでございます。本日はウェディングの撮影で神戸です。そして久しぶりにネコネコバイクです。最近雨続きでしたからね。そしていつものはいおめでとうございます、ハイタッチの動画を撮りましたが、それは撮影シーン&スライドショーに押さえておこうと思います。ではこの辺を探索してみたいと思います。はい、撮影は B 神戸から旧入り口でした。せっかくなので帰りにいろいろ寄っていこうと、まず東遊園地ですね。こちらでも遊園地といっても公園、ただの公園みたいですね。で向こうに旧遊園地があります。ですが、またの機会にして東遊園地に入ってみたいと思います。はい、まず、こちら記念碑でしょうかね。阪神大震災の記憶と書いてあります。平成7年1月17日、こういうのは忘れてはいけないことですよね。はい、奥に進むと並木道でしょうかね。並木道、木がいっぱい並んでいるところ、こういうところ散歩コースにいいですよね。反対方向には、大きい広場があります。芝生ですね、芝生。さらに奥に進むとこういうデザイナーが作ったようなオブジェが多いみたいですね。ここはウェディングの前撮りでも使えそうですね、こういうところは。まあでも逆光が多いのでかなり強いストロボが必要でしょうね、多分。あ、こちらも、あ、後ろの、こういう通路とかも結構、撮影に向いているかもしれません。はい、さらに奥ですね、滝発見。あ、暑い。できることなら浴びたいですね。もう汗だくでセットがどうとか言ってる場合じゃなくなってきましたね。そして、レンガが積み上げた階段みたいな、こういうオブジェがありますね。ここ、ウェディングの前撮りで本当に使えそうですね。ちょっと次おすすめしてみようかと思います。結構いいですよ。まあ、あの滝とかも、まあ、ストロボを駆使すれば結構キラキラと、何か思いつくかもしれませんね。あ、どこかで見たことがあると思ったら、ウェディング会場ですね。ヴィラ・ブランシュ様です。撮影させていただいたことがあります。ちょっと懐かしいんで、ちょっと覗いてみようかな。あ、こちらですね。懐かしい。はい。すごい綺麗とこでしょう。懐かしいですね。今はコロナでウェディングの披露宴の、撮影が一気に減ったんで、ほとんどなくなりましたね。前撮りの方が多いんですが、かなり懐かしいです。またここで撮影させていただく時がまた来るのでしょうかね。ついに一番奥までやってきました。そして最後のオブジェですね。こちらの公園はオブジェがかなり多いです。神戸花時計です。5時10分を指しております。そして反対側には工事中、2022年春ここに子供のための図書館ができるらしいよと書いてあります。らしいよって面白いですね。来年、ネゴニャゴも図書館ができたら行ってみたいと思います。結構勉強になるので結構好きなんですよ。では他にもすることがあるので旧遊地のはまたの機会に、撮りたいと思います。